はい、この下の棚ですね。この棚はまあざっくり学校のファイルだったりとか、これは裁縫道具です。まあこんな感じで簡単ですね。はい、で次この下の箱紹介します。ジリジリエントリーナンバー1、箱。この中にはもう使わなくなった筆箱とかが入ってます。こんな感じで入ってます。続いてエントリーナンバー2が来ると思いきや3。この中にはまあ CD とか DVD とかヘッドホンとかざっくり入ってるんですけど、で、あともう一個奥に、このもう一個奥に棚があるんです。ここはこう同じ感じの箱ですね。簡単に言えばこの棚たちの紹介は以上です。はい、じゃあ続いて引き出しの中に入っていきます。こんな感じです。結構ペンの量多いですよ。鉛筆入ってます。一本だけ。基本的にプロボールペンが入ってます。続いてペン。なぜか私は筆ペンを3本持っています。こっち、これはカラーボールペンがブワーって入ってます。で、こっちはホチキスとか豆シバーの爪切りとか、あとこれ名前が思い出せないんですよ。鉛筆入れて書くやつ、これの名前が思い出せないんですよ。わかりますか？誰かわかる人コメント欄に書いてください。助けてください。これ小学1年生で、ね、学校からもらってるやつですよ。消しゴム、リップ風消しゴムとか、消しゴムの箱。そしてこれはリンゴとメジャーとアロンアルファが入っている3本の鉛筆が入っている箱です。修正テープです。修正テープとという系が入っています。ミッキーの箱、特別なミッキー大好きとかみたいなではないんですけど、ミッキーがいたのでミッキーを入れました。これクリップ可愛いんですよ。これミッキーの形なんですよ。どこ？ミッキーだよ。冗談だよ。右の引き出しの紹介は以上です。左の引き出しいきたいと思います。クリップ。続いてリコーダー、学校で使ってるリコーダーです。ノートです。まあこれもノートですよ。で、これはミニーちゃんで言いましたね。この中には付箋とかメモ帳とか入ってて、まあ代表でジャパニーズスタイル。次はこれです。皆さんこれ知ってますか？見てください。これが何かというと、いきますよ。デデンデンデデンデデンデンデデンデデンデンデデンデン、ポン。こう木の鉛筆でこう削ると、黒が削れて中から虹色が出てくるんですよ。で、それで前書いてみたのがこれです。 UGB モモカイロリキミカアリアンです。これは韓国のお土産でもらったカラーシャーシンです。これはレッスンとかで使ってるノート。まだ新しいノートなんで、そんなわーってたくさん書いてあるわけじゃないんですけど、これからたくさん書いていこうと思います。この左の引き出しの紹介は以上です。さよなら。引き出しの紹介は以上です。続いて壁の紹介に移りたいと思います。はい、この壁は、まあ、これと同様で木を直接壁に打ち付けて、そこに芝生を打ち付けました。で、まずコーヒーがあります。このコーヒーはジュースで引っ掛け入れます。この芝生に刺した釘のところにメニューを書きました。コーヒー 1.75、 1.95、 2.25。 何の数字でしょう？この椅子とか、椅子を倒したやつとか、ペイントとか、コーヒーちゃん置いてあります。で、この台の下についてるグラサンとかメガネとか引っ掛けました。メガネをかけてみたいと思います。で、次ここ、これも直接木に打ち付けて固定してあります。全体的にこんな感じですね。鎖もあります。次、上、じゃじゃじゃん。これは去年の誕生日の時にファンの方からもらったボードで、すごいですよね。本当に嬉しいです。壁の紹介は以上です。はい、私の机の紹介は以上になります。で、今だいたい紹介したこのこういうものとか、芝生とかこういうものとか、こうケースとか、ほとんど全部100均で、一つでも参考になるものがあればぜひ参考にしていただきたいと思います。じゃあ以上で、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。